ということで近さん今日は今日は噂のスパックの最近ということで、<laughs> 激しいですね、えー、スパックはい、SPAC、はい、一応説明しておくと、スペシャルパーパスアクイジションカンパニー、はいえー、まずファンド的なお金だけで上場させて、それからベンチャー等、ですね事業会社を探して、その会社とマージすることで、その相手の会社が上場した状態になるというですね。はい サーチファンドみたいなものですね、はい、でそれがここ3年ぐらいすごく盛んになっているというのがあったんですね、はい、さっきちょっと見てみたんですけれども、はい、トータルで2003年からのデータをフォローしているサイトがあって、はい、これまでに蘇生されてまだ相手を探しているところっていうのは385社あってトータルで大体ですね13兆円ぐらいがその中に眠っていると。 わまあ、要は13兆円を背負って、うん、誰かいい会社いねがとか言って探しているわけですね、うん、で大体、えー、ですねこれが2年間探してだめだったらアウトっていうことになっています、まあ、そんな感じなんですけれども、えー、今年だけで今年の1月1日からだけで232 23の SPAC が IP をして、はい、平均で 300, ミリオン、まあ、300億円ずつぐらい調達してですね、はい、トータルすると大体78兆円、うん が集ままっったという状態になってます<ー>これはまだほとんどがマージ先を探しているただのお金のポケットであるスパックですね。はいはい、でこのスパック今回どうして、えー、メジャーになったかっていうとですねもともと1990年代の最初の方からある仕組みではあるんですねそこからじわじわとこう進化を続けている仕組みなんですけれども、はいえー、今回そのバブルっぽくなっ 理由がですね2019年の10月にバージンギャラクティック、はい、リチャード・ブロンソンがやっている宇宙旅行のベンチャーですね、はい、これがスパックで上場したということでえなんかまともっていう感じがこう広まったというのがありますで、えー、それはですね他の人が仕掛けたスパックにリチャード・ブロンソンが始めたバージンギャラクティックが合併されたというものなんですけれどもその後リチャード・ブロンソンも だったら俺もというかスパックを始めて、ねはいえー、23andMe と合併が決まっているんですよねで 23andMe、ね、はアン・ウジスキーという人が始めたもので、はいえー、遺伝子検査を、はいえー、普通の人にやってあげるというベンチャーなんですけど、ねはい、この人あれですよね元々セルゲイ・ブリンの奥さんだったんですよねそうですねであのお姉さんがまだ、えー、とグーグルの YouTube で えー、一番上 YouTube の CEO されてますね。ええー、っとスーザンですね。はい、スーザンウジスキ。スキはい、えでこのウジスキ姉妹が持っていた家のガレージが Google が始まったところだったということでですね。すねまあ Google をあの。 始めた人たちみたいな感じもちょっとあるんですけれれどもうん、うん、あれですよねリチャード・ブロンソンともともとこのアンウジスキーすごいい知り合いになったんですすよねすごく仲がよくて確か、えー、とセルゲイとの結婚式も彼のカリブのアイランドで確か結婚式を挙げていると思います。なるほど でえーまあ、そんな感じでですねスパックわらしべ長者みたいになっているんで <laughs>、まあ、わ,わらしべ長者じゃないですね何だろうスパック、えー、電話お友達連絡網みたいになっているわけですけれども、うん、えっとそんな感じで次々にいろいろなアベンチャーが、えー、スパック上場していてですね、はい、最近のニュースだとあのシャッターフライももう一回スパックで再上場するらという噂が出ています。 でですね、そんなスパックなんですけれども、まあバブルだバブルだバブルだと言われながらずっと上がり続けてきたんですが、うんえー、ついに2月半ばにピークを迎えてそれ以降、ガタ落ちということがあります、うんえー、スパック指数みたいなのをフォローしているところがあるんですけれども、はい、それを見ると、まあ、2月18日のピークからですね大体いい20%ぐらい下がって、えー、今日、 ちょっととぐらいいい上向いたという感じそれはなぜですか、ね、去年の年末とかはまだスパックスパックっていうことでこれから2021年はスパックの年だぞっていうのが結構、ね、今年の頭もまだ出てましたよね。 うん、で割とですね、えーまあ、2つ要因はあると思うんですよ、はい、1>, 1つはこうマクロ要因で1つはえそのまあスパック自体の正当性への疑惑みたいな感じですから、ねま、マクロ要因としては、うん、あの最近、アメリカの経済の復活が思ったより早く来そうだと。 といいうのがマクロで出てきてきると3月のアメリカの GDP の成長率が、まあ、年率に換算して6.5%プラスぐらいになるだろうと言われていてそれってあ,のあり得ないぐらい、まあ、アメリカのような大国が成長するレベルとしてはすごく高いわけですよね。はい、で,、えーとですねまあ、その陰には政府の経済対策と、まあ、ワクチン接種がものすごく進んでいるという2つがあると。はいで 政府の経済対策の方でいうとおとといですかね日曜日に上院で新しい経済対策案が可決されて大体、うん、いい200兆円の経済対策が行われることが決定したというのがまず1つ大きいっていうの。方はですね アメリカで今、大体18%の人が1回目の接種が終わって10%が2回目まで終わっているという状態になってです、ねえー、と先週1週間の平均にすると1日当たり250万人打っているとで、えー、昨日かな確か300万人越したという,ようなことも言っていたのでそうするとです、ね、大体まあもう、えー、国民の1%が。 1> 少なくとも1回目を毎日打っていくみたいな感じになっていくのと、はい、あの新しくジョンソン・ジョンソンの1回でいいワクチンが認可されたのでこれ、一気にいくよねと、まあ、集団免疫完璧にこう抑え切れるというほどではなくても、まあ、普通の活動ができるぐらいの集団免疫がいつというのはまあ論争のあのになるところなんですけれども。うんえー 多分4月ぐらいじゃないかという人が結構いるとおそ、ね、らく6月までにはあのもう必ず行くであろうとで、うん、政府も、まあ、5月中にはあの全員受けたい人にはワクチンが行き渡るというふうふに言っているんですねそうすると、まあ、この経済対策ばらまいて、うん、ワクチンもみんな受ければ一気に戻っちゃうよねと。 ということで OECD もアメリカがこんな一気に戻るんだったら世界経済丸ごとかなり戻るよねということで、うんえー、プレ・パンデミックレベルの経済に世界が戻るのが今年の中頃であるという,こう手前に倒した修正を発表したというようなこともあります。 でその辺の発表がじわじわとやっぱり2月の半ばぐらいから来ていて、はい、そうすると景気がいいじゃないですか、そうですね3日そうするとですね実はスパックって、えー、債券みたいな感じに働くんですね。うんうん、っていうのはそのマージするまで、えー、事業会社とマージするまでのスパックっていうのは利回り保証の社債、まあ、みたいな感じに働くんですよ。はいでえー、年利何パーセントで必ず えー、お返ししますという約束付きの手形みたいになっているんですねその権利を売買しているというのがスパックでそれ返せなかったらどうするのもちゃんと返せるように最初に集めたお金を銀行に取ってあるんですねでそれを保証していると、はいでえー、事業会社と合併するときに株主が投票できてで、えー、さらにです、ねまあ、そこでノーということもできるし、はいえー じゃあ合併してもいいよとなっても自分は嫌だっていう人はそこで会社に対して償還を求めることができる持ち続けるんじゃなくて僕の株をその最初の約束の元値プラス金利で買い戻してくださいと会社に要求することができるんですねなので、まあ、合併してしまった後は普通の事業会社としてパフォームしていくわけですけれどもそれまではこう社債みたいな感じであると。 でえー、経済がいい時って、まあ、もしくはその経済の今後の見込みがいい時ってやっぱ株とかそういったより投機的なところにお金が動いていくんですよね、はい、でそうすると債券とかそういう,こう利回りが分かるようなものってものからお金が離れていくというようなこともあるっていうのがまずそのマクロ要因の方ですね、はい、で、まあ、スパックの独自要因としては意外になんかスパックダメなところもいっぱいあるじゃんという。 まあ、ずっと分かっていたことがより分かったというのが結構ありますね<笑><笑>例えばあのスパックキングと言われるのがですねチャマス・パリー・ハッパ・ティアという人がいてですね、はいえまあ、彼はあのスパックキングもしくはスパック王子でもスパックおじさんでも何でもいいんですけれども、はい、なんとこれまでに6個ですねスパックを自分で始めていると。 すごいですよ、ねうん、であのバージンギャラクティックさっき言ったその今回のスパックブームの火付け役となったマージャーをしたスパックもこのチャマスさんが始めたんですね、はい、で、えー、その後クローバーっていう会社とオープンドアってこれあのソフトバンクがかなりお金を入れてた会社ですけれども、はい、そういったところにもかなりお金を入れましたということがあって、はいえー、まあもう。 スパックといえばチャマースなんですけれどもその彼が先週ですねやばいみたいなツイートをして <laughs> もうちょっとひどい言葉でしたね、はい、そうですね、えー、ちょっと激しかったですね<の> <laughs> 激しくマジやべえみたいなツイートをしてで土曜日にですね、えー、金曜日かなバージンギャラクティックの株今までもずっと持ってたんですけど、はい、それを売り払ったと。うん、で,トータルで200億円強 分ののバージンギャラククティックの株、まあ、要は彼が上場させた会社の株を全部売り払ってしまったということで、はい、わーっと動揺が走ったと、えー、それに関して彼はいやいやトータルの個人資産が1週間で2000億円ぐらい減っちゃったんでこれは仕方がないのであるみたいなことを言っていたんですけどね <laughs>、はいえー、でまだあと3つ彼がお金を集めたスパックが上場 させる相手企業を探してさまよっているという状態であるとそういう感じでですね、えー、あとは有名なところではニコラですねはい、えー、あれもスパック上場してじ電気自動車の名前も似てるし<で>テスラみたいになるんだみたいにみんなが思ったトラックですね、えー、はい電動トラックですね、はい、でなんですが今年生産できる台数が予定のまあ 2>, 2割ぐらいいくかいかないかであるということを最近言ってがっかりみたいなことになったりとかですねはいしたというのがありますちなみにそのチャマースパリーリハッパティア名前が長いんですけど、ね、<laughs> チャマースはですねあのポッドキャストやっててあの結構。 面白いので興味がある方は聞いてみてください。あの,あのオールインっていうポッドキャストなんですけど激しいです彼のパーソナリティは。激しいですね。はい、で元々、えー、ポーカー仲間だった4人でべらべら喋るっていうポッドキャストなんですけれども、うん、彼以外がですねエンジェルインベスターで有名なジェイソンカラカネス、はい、えとロビンフッドとかウーバーとか、はいえー、まあいろいろ。 投資してていいる人ですすけれどももポッドキャストとろろやってますよねうん、うん、何でも自分のやってることを常に宣伝し続ける男ジェイソン・カラカニという感じなんですけれども彼とデイビッド・サックスあの、はい、ペイパルのファウンディング COO でヤマーっていう企業向け t イッターみたいな感じのものを始めて、はいえー、マイクロソフトに2017年に1200億円ぐらいで売却したと。 フェイスブックウーバーエアービンビースペース X 等のエンジェル投資家でもあるという人でもう一人デイビッド・フリードバーグっていう人がいてこの人は元々グーグルでその後ザ・クライメット・コーポレーションっていうです、ね、天候データを、まあ、ビッグデータを処理する会社を起業してでそれを2013年にモンサントに1000億円強で売,り売ったと。でその後あのメトロマイルっていう 車の保険の会社ですね、走った距離に応じて保険料が決まると、だからずっと倉庫に入れてれば保険料がとっても安いみたいな自動車保険を始めて、はい、これもスパック上場したというものがありますが、この4人が最近の出来事についてべらべら語り合うというポッドキャスト、コイ <laughs>、ええ、お願いします。 デイビッド・フリードバーグとかも、ね、いろいろなバックグラウンドを持つ有名な連続起業家なわけですけれども、はい、あんまり口を挟む隙がないってな感じで昨日、ね、はい、キノアクイーンと言われていてで、えー、彼はですね割と今あの食べ物2050年には人間が食べるものは工業生産というかです、ね、バイオ工場で作られるようになるというのが彼の。はいうんうん 信念でそれに関するこうエンジェル投資とかいろいろやってるということでですね木の輪って自然食品でありますよね。はいあので 昨日の女王様というあだ名でこのポッドキャストの中では言われているという感じですねもうなんかおなかい,い,いっぱいですねさっきの,そのいろんなスパックディールというのが周りとこう内輪ディール感が強くてですね、はいえー、チャマースさんが自分で始めたスパック以外に 他の人が始めたスパックへの投資っていうのをやってるんですね。はい、で、この中にメトロマイルっていうそのキノアクイーンガー、ファウンディングした会社とかですね。 えー、ジェイソン・カラカニスが、えー、エンジェル・インベスターの会社とか、まあ、そういうのがいろいろいいろろ入っていてインサイダー4人組みたいな感じですね、うん、彼らがいろいろ語っているのがあるので興味がある方は聞いいいててみてください、はい、オールインうで今後、スパックどうなるんですかこのままあんだけこう期待されていてあれだけの数の会社がこれからするよと2021年結構、ね、あの歌っていたわけですけれども。 いやこれって結局あの、手法としては別に悪くないんですよね、うん、先にもうお金を集めてあるファンドとマージすることで上場できるのであれば、はい、事業会社としては素早く上場できる、いわゆるロードショーと言われますけれども、はい、いろんな投資家に世界旅して延々会うみたいなこともしなくてよろしいと、かつ、上場する時にもらえる金額っていうのは合併なので、最初から決まっていると。うんうん えー、売り出してみて初めて分かるとかじゃなくてですねいくらのお金で何株を売るっていうそのマ,ージマージャーの決定で全部分かっていると、えー、いうこととその IP をするよりもさらにまとまった金額が調達できることも多いというので決して悪くない方法なんですねうん、うん、なので、えー、上場の仕方の一つとして定着していくと思います。えー、先日もちょっとお話したいのうん、うん えー、アメリカだとそのダイレクトリスティングっていう、はい、あのやり方もあるわけですよね、コインベースのお話で先週しましたけれども、はいでえー、そういうその新しい株を発行せずに既存の株主が持っている株だけを売り出すという上場の仕方もできるわけですよ、うん、なので、まあ、そういうそのどうやって上場するかの一つの手段にはなると思うんですね。だけどじゃあ今あ今る 相手を探す385のスパックが全て幸せにマージして価格が上がっていくかというと、まあ、これうまくいくの三3社ぐらいじゃないみたいな気はちょっとしますよね。ベンチャー界はかなり厳しくなってきたと思うのであとはこう、うん、大きな事業会社の部分的な切り出しでそことマージしてとかです、ね、いろんなこうう、ね、フィナンシャル、えー、アクロバットをいろ,いろやっていくる。 ことでその三を三十にして六十にしてって感じになるとは思うんですけれども、まあこれあれと一緒ですよ。あの、えー、ドットコムバブル。そうですよね。えー、だからドットコムバブルの時も、うん、まあいろんな会社が上場してほとんどがゴミだったわけですが、そうですね。それの,の中からアマゾンとか残ってるわけじゃないですか。か要は V.C. と同じような理論ですよね。要は百あればそのうちの二つ当たれば。 まあ大成功ということでいやちょっと,もう,ちょっともうちょっと確率高く高くなち高いと悩、ね、んで要はだからスパックの数が多すすぎるんですよ今,まあ今,今はサチュレートしてますよねで実際、スパックって聞くとテクノロジーっていう印象の方もあるかもしれないですけれども結構、不動産業のところとかも入ってますもんねそのスパックのリアルステートデベロップメントでスパック行くとか。うん あのむしろキャッシュフローリッチなプライベートの会社っていうのはスパックに向いてるんですよねうん、うん、例えばあの、医療サービス系の会社なんかも本来的にはスパックに向いてたりするんですけれどもそういう一つの手段として残っていくと、うん、ただ、2か、うん、<laughs> 月で、えっと、7兆円集まりましたみたいなふうにはならないでしょうっていうことですね。